スポーツ記者。食事会場では、おにぎりや唐揚げを見つめながらも、小さく我慢とつぶやいて離れていく大谷の姿が目撃されていた。大谷も食欲あったんやね。言うて唐揚げは意識低いわ。プロスポーツ選手の食事で唐揚げが出るのか。ダルビッシュ、唐揚げやろうな。他の選手は食欲そのままに食べ散らかすんか。衝撃なんやが、人生つまんなくね。グルメ近藤定期。大谷はボディービルダーみたいなガチガチの食生活しとるやろ。アスリートやな。なんでボディビルダーみたいな食事してんのや。脂質も必要やろ。おにぎりは食えよ、すぐ動けるし。言うて唐揚げ我慢して数十億円もらえるならそら我慢するやろ。具がね、野球選手といえば焼肉やろ。イチロー松井なんかどっちもおら焼肉行くぞってやってんだから結局我慢とか意味ないよね。というか野球選手が全体的に不節制すぎるねん。だから豚すごろくとか言われる。アスリートは大谷くらいが普通。美味しいもの食べられないストレスとはどう戦ってるんや。ハンバーガーも普通に食べてると一平が暴露してたしな。ハンバーガー定期。おにぎりと唐揚げって部活か。主要層かよ。悲しき野球マシーン定期。我慢。岡本とか山川はがっついてそう。野球界のクリロナ。野球成人というより野球ロボットのイメージ。この調子やと卵も気に食うてなさそうやけどな。ダルビッシュも一時期食事意識高かったけど今はラーメン、焼肉やん。過度な制限意味あるんか。極度の節制生活を送ってたら塩パスタはうまく感じると思うわ。それを食べた後にどうなるか大谷翔平は知ってるからな。だから結果的に我慢できる。不節制して活躍したのもってすごいんじゃ。引退したらなんか一気に太りそうやな。今ののもくらいブクブクに太ってそう。